これやこれすごいめっちゃバズりました。デザインも思い入れもあるんですけど、グラフにしたら分かりやすいんじゃないか。何かが変わったんですよ。シルエットが変わるみたいな。自分っぽいニックなったなっていう。セイドット代表の戸崎康介です。セイドットリーの、ディレクター安富健司です。セイドットリー店長吉田伊織です。セイドットスタイリストのビリーです。みんな癖が強いなって、それがなんか結局個人のブランディングにつながるんで、ちょっと癖があるところをつついてすごい強くしていくっていうのが、まあセイドットが大きくなるために大事な部分であるかなって。オープン当初のお客様が来てない時からやっぱりお客様目線、圧倒的お客様目線、おのおののインスタのアカウントでもやっぱりこう出てると思うし、まあ意識してっていうよりはなんかこうそれが一番、やっぱお客様のために発信したいし、お客様に来ていただきたいっていう思いが強かったので。お父さん、伊織さんっぽいですね。戸崎さんは誰ですかね。戸崎さんはでもたまに来る厳しいおじいちゃんみたいな、おじいちゃんおじいちゃんみたいな、親戚のおじさんぐらいね。ちょっと厳しい。え、遠くない親戚のおじさん。遠くないですよ。え、はい、年に1回会ってるんだよ。違うよね、それぞれ。なんかこうであるべきって逆にしてないから。圭介とかめっちゃ喋るもんね、お客さんと。そうですね、最近めちゃめちゃ喋るようにしてますね。もう2回目からはもう友達みたいな感じで帰ってくるんで、基本年下ですけど基本タメ語なんで、全然もう友達みたいな感じで来るんで。でアシスタントの子たちの方が近いんですけど、アシスタントの子たちの方が仲いいです。なんかよく聞くよね、やっぱ家でできなかったみたいな、仕上がりいいのにみたいなのはよく聞くんで、そこに対しては絶対的に可愛くなるとか、お家で再現できるみたいなのをもう徹底的にやってます。なんかそれにこう合ってこないものはお客様と相談してやらない方がいいっていう提案もするしみたいな感じですね。だから断るのもお客様のためだったりすることが多いです。単なる法則だって、その人らしさ。うちはそうだと思います、その人らしさ。なんかみんなインスタ光とかは似てるかもしれないですけど、なんかねそれぞれで当てるよね。そうですね。真似してやっては見るけど、最終的にはこう自分の形で突き通すみたいな。だからこう意外とその店舗内でお客さんを取り合うみたいのはないんですよ。取り合うというか、まあ、レングスが変わると、例えば安富のお客さんが僕でショートにしたいからとか、僕のお客さん伸ばしたいからあの誰かでビリで行くとか、そういうのはあるんですけど、なんか取り合うっていうのはないよね。全然ショートでもジャンル違うとか、ボブでもジャンル違うとかなんで、なんかそれが強いかなと思います。戸崎さん最近ウィッグを切ってて、俺もそろそろカット変えなきゃダメだなみたいなパーって言ってて、でなんかウィッグ取り出して、ここ最近ずっとウィッグ切って、でそれをお客さんに落とし込んで、でめっちゃ良くなったみたいなのを最近取り組んでて、なんかここまで来た人が営業後にカット練習だったりとか、そのまあ、飽きないようにだったりとか、そういう技術の提案をさらにやってる姿がかっこいいなっていう。ビリーさんの憧れの美容師は佐々木さん。僕はあの昔ブロックにいた亮さん。違うんかい。あ、でも僕それに似てるんですけど、この前その吉田に顔周りの作りを教えてもらったんですよ。ちょっと変えたいからっていう。そしたらめちゃくちゃ丁寧に教えてくれるんですけど、めちゃめちゃ分かりやすかったんですよ。なんかもうなんかお客さん にも多分説明よくしてるんですけど、多分お客さんも多分本当に相当分かって帰るし、乾かし方とかも、で前回どうでしたみたいなのもちゃんと聞くし、なんかそういうところまで考えてるのは結構
構僕は感動レベルでしたね。やっぱこう去年とかはお客さんを呼べないメンバーだったのに今は呼べるっていうことが感動ですよね。本当に表参道で、ね、まだ戦うには戦えないメンバーだけど戦えるようになったっていうことが自分からしたらすっごい感動です。最初からやっぱ強力なメンバー集めることはできるけれど、じゃなくてなんか本当に好きなメンバーが育っていく、でそのメンバーと一緒に戦えるっていうことがなんか自分からしたらすごいでかいですね。あれは全然手応え、手応えいやめっちゃ面白いですよ。いや面白い、これやばいですよね。こうやって押しちゃうといいね、こういいねしちゃう。アイスクリームが流れてきた僕のアカウントでこれやと。いや考えたことなかったです。僕3枚ぐらいの写真、あこのモデルさんはのデザインも思い入れもあるんですけど、まあ、デザインは本当にこうボブとショートの間ぐらいで、やっぱ昔からやってきたスタイルだし、なんかこうすごいくびれショートとか流行ってる中でもこのボブっぽいこのなんていうんですかね、本当に僕がずっとやってきたものをなんか綺麗に打ち出せたなっていう作品です。いやこれがもう一番自信あったのかな。この3枚にしてるんですけど、内巻き外羽のこれは自分のお客さんがもう若い子から、まあ、仕事してる OL の人もいるんですけど、基本なんか常に外羽にしたいっていう人あんまいなくて、初めずっと外羽スタートで切ってたんですけど、結局乾かした時はまとまる方がいいとか、口コミとかもまとまんないとかがすごいいろいろ流れたりとかしてたんで、乾かした時にまとまるボブって何ってなった時にやっぱ内巻きのボブで、で巻いて初めておしゃれする、そういう感じでなんか打ち出したら当たるかなと思ったんですけど、これすごいめっちゃバズりました。でこれ持ってくる人めちゃくちゃ多いです。基本保存してる人多いです僕のお客さんは。これ初めて開けた時超早くブワーって上がりました。すごかったね。多分1時間で200ぐらいバーンっていって、そっからずっと伸びて結局2、3000までいってみたいな、その時が一番楽しかったですけどね。何何何グラフみたいになってるんですけど、まあ、ヘアスタイルこうコラージュしてまとめる人ってすごい 多いと思うんですけど、まあでも正直わかんないなと。これとまあその2枚写真並べてどっちが何が違うとかってやっぱお客様はわかんないなって思ったんで、じゃあこれグラフにしたらわかりやすいんじゃないかと思ってこれをやってみようって思ったんですけど、これはもう間違いなく自分の中でこういい感覚があって、で上げたらめっちゃバズったって感じですね。でもこれはなんかこう投稿する前から絶対いけるっていう感覚がありました。これはなんかだから最初ね、もうみんな笑っちゃうぐらいここまでやるみたいな感じだったよね。それがグーっていって永遠背景切り抜いて一人だけみんなコラージュしてんのに一人だけ背景切り抜いて、なんすかね、なんかもう本当に全部真似しようと思って3人のやつをずっと見て真似しようって感じでやってたら、なんか思ったよりなんか自分っぽくなったなっていう、なんか光の感じとかもなんか今ほどなんかそんなにこだわれてない時だったんですけど、なんか未だにあの今自分が見ても結構好きな写真で、あの後悔のない人生にしたいなと思ってるので、常に 100% で、みんながみんな周りがこうフリーランスとかで動く時代の中、みんなで力を合わせてやっていくことがどれだけ大切かっていうことを